ディレクターの皆さん、ごきげんよう。ジュネです。このチャンネルは様々なカルチャーの盾と闇の横糸で繋いでいく永遠の構図から皆さんのためのチャンネルです。無味乾燥とした刺激のない日常に辟易している構図家の皆様、浮世に馴染めない皆様なら一度はシュルレアリスムの超現実的な美しさに惹かれたことがおありなのではないでしょうか。その不条理さ、夢のごとき自由さは、この世ならざる優越を求める方なら一度はシンパシーを覚えたことがあると思うんですが、本日はそんな皆様へある秘密の書物をお届けしたいと思います。かの渋沢達彦はこの本を20世紀最大の奇書であり目で見る暗黒小説と称しました。それこそマックス・エルンスト百刀女です。もう名前からしてこう不気味で摩訶不思議な匂いがプンプンしてきますけども、100の頭の女どういうこっちゃと。本日はこの難解で、しかし我々遠征の民を魅了してやまないシュルレアリスムの聖書百刀女を紹介解説していく動画にしていきたいと思います。それではレッツゴー。ではまず本書を初めて知った方へ向けて、一体どういう本なのかという概要からお話ししていきたいと思います。本書は1929年、マックス・エルンストというドイツの画家によって作られたコラージュ集になります。まあ、日本で初めて出版されたのはそれから50年近く経ってから1974年、川出書房からですね単行本という形で出たんですけども、私が持っているこちらは96年に出たその文庫バージョンになります。翻訳しているのは渋沢達彦や竹口修造らと並んで、日本におけるシュルレアリスムの理解と研究を先導した岩谷邦夫先生ですね。これは本書の1ページ目の作品なんですが、こんな感じでですね、19世紀の挿絵本だとかカタログ本なんかに添えられたエッチング、まあ銅版画ですねを切り取ってコラージュした作品、それとその下にですね詩のような短文が添えられていまして、これだとね、犯罪か奇跡か一人の完璧な男という一文が添えられているんですが、まあ、このコラージュと詩文というのがこうワンセットになっていて、これが全部で147セット、9章立てになっているのが百刀女の内容になります。このコラージュロマンなるもの、実はあともう2冊存在していてですね、百刀女が出版された翌年の1930年に出たカルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢、さらにその4年後1934年に出版された自然習慣または7大幻想という本があるんですね。つまりこの百刀女とはエルンストのコラージュロマンシリーズの記念すべき大作目であり、この異端の長寿の出発点なんですね。しかしですね、ちょっともう一回さっきのページを見てみましょう。このコラージュ、この逆さになった全裸の男性の後ろにですね、ちょっとなんかカゴだか荷物っぽいものがなんかはみ出てるんですね。なのでまあ元々っていうかこう一番下に引かれてる絵ですね、これはこう大人数でこう浮かび上がった気球を引っ張っているような絵だと思われるんですね。でまあその上にね、この球体と男性を貼り付けているのかなと思うんですけども、でまあ下に添えられた文は犯罪か奇跡か一人の完璧な男ということなんですが、何を言うとるんや。一人の完璧な男っていうのはこの男性が完璧な男なんでしょうか。でまたこの巨大な彼がね、こう大人数が引っ張っている気球の綱を引っ張り返して邪魔しているように見えなくもないんですけども、これが犯罪なんでしょうか。もう一枚別のページを見てみましょう。これは本書の、表紙にも採用されているコラージュですね。百刀女は厳かな袖を広げるという文章が添えられているんですが、まあ、こちらは普通の見てくれですし、こちらに至っては逆に頭がない。一体何が百刀女なんでしょう。まあこんな感じでですね、実は本作理解不能で危機快快なページが延々と続いていくんですね。一体なぜこんな異端の書物が生まれたんでしょうか。それでは次にこの奇書を生み出した魔術的実験シュルレアリスムについて、そしてその魔術師であったマックス・エルンストという作者について次はお話ししていきたいと思います。先ほどからちょくちょく
く単語を出している通りですね、この本というのはシュルレアリスムという思想運動の中で産声を上げた記書になります。なんか難しい単語出てきたなって人も実はものすごくですね馴染みの深い存在かもしれないんです。皆さん、シュールという言葉を日常生活でよく使ったりしていらっしゃいませんか？そう、このシュールという単語、実はこのシュルレアリスムの略語なんですね。じゃあシュルレアリスムって一体何なんだという話ですね。まあこのチャンネルでは過去にハンス・ベルメールという人形作家だとか、吸血鬼のノスフェラトゥやアンダルシアの犬という映画を特集した動画の中ですでに詳しくお話はしているんですが、ここで改めて詳しくご説明しておきたいと思います。まあ一言で言ってしまうとですね、シュルレアリスムというのは20世紀の頭にヨーロッパで起こった芸術運動の一つということになります。1914年から18年にかけてヨーロッパ社会は第一次世界大戦という悲劇を経験しました。なぜこんな悲劇が起こってしまったのかという思いは、それまでの社会が間違っていたからではないかという考えに結びついていきます。つまりこの頃にですね、それまでの伝統的な文化だとか価値観などに対する反発だとか懐疑心みたいなものが芽生え始めたんですね。そしてそういった思想性がアートにも結びついていてですね、20世紀初頭のヨーロッパではそれまでの芸術を真っ向から否定するような前衛的な芸術運動というものが台頭していくようになります。例えばドイツではドイツ表現主義という運動が起こりました。この代表作としてよく知られているものの中に、こちらの動画で特集した吸血鬼ノスフェラトゥなどがよく知られていますね。イタリアではフツーリズムなんかが起こっています。これはねマジでスピード強みたいな運動なんですよ。マシン速さ最高みたいなメンタルでですね、もうこれとか漫画かいなって感じですよね。そしてフランスではまずダダイズムが起こります。マルセル・デュシャンがね、あの便器にサインだけ書いてこれが作品じゃとしたこの泉だとか、モナリザにヒゲだけ書いただけのね、LHOOQ なんかが代表作としてよく知られていますが、ダダイズムのメンタリティっていうのはこういう作品らを見るとものすごくわかりやすいわけです。これらってそれまでの芸術では絶対に考えられなかったような表現ですよね。つまりデュシャンは第一次世界大戦までの芸術なんてクソくらえと中指を立てているわけなんですよね。で、このダダイズムから分離していった運動こそですね、本日のテーマであるシュルレアリスムなんです。もともとダダイズム運動に参加していたアンドレ・ブルトンという詩人がですね、ダダイズム運動ってなんか違うって喧嘩ばかりしてですね、1924年にシュルレアリスム宣言を発表したことがシュルレアリスム運動の明確な出発点となりました。じゃあアンドレ・ブルトン、この宣言の中で一体何を言ってんのかと言いますと、シュルレアリスムとは理性から解き放たれた心の自由な現象であるというふうに言うんですね。私たちが普段物事を考えるときって、これはこうあるべきだという常識や倫理観だとか、これはこうなるはずだという知識や経験に基づいて物を考えていますよね。しかしシュルレアリスムはこうした先入観や固定観念を否定します。そんな凝り固まった理性が及ばない人間の無意識の中での自由な心の動きというものを探求しようとしたんですね。皆さんご存知、サルバドール・ダリやルネ・マグリットの絵がなんじゃこりゃみたいな仕上がりなどもそういうことなんですね。まあダリやマグリットもその活動傾向シュルレアリスムに分類されるアーティストなんですが、まあこれっていうのもこう我々のこうステレオタイプな世界の捉え方というものを否定して無意識の中というのを描こうとしているんですね。以前特集したルイス・ブニュエルとサルバドル・ダリの共作アンダルシアの犬という映画がわけわかめなのも同じ理由なんですね。こちらで特集したハンス・フェルメールという人の球体観察人形はシュルレアリストたちに絶賛されたんですが、それは彼の人形が我々の人形はこうだ、人体はこうだという思い込みを揺さぶって不安にさせる力を持っていたからですね。
シュルレアリスムとはフランス語でこう書きます。レアリスムとは英語でリアリズム、つまり現実主義のことです。そしてシュルとはまあ日本語で言うところの超みたいな強調語ですね。超現実主義、我々が偏った目でしか捉えられていないような現実よりもより放射的で刺激的な現実ということなんですね。ういっしー。さて、そんなシュルレアリスムの思想性を表現する手段として用いられたのがコラージュです。これは私が大好きなコラージュアーティストの一人の岡上敏子の画集なんですけども、まあなんかこれ表紙より私裏の作品の方が好きなんですけど、こんな感じでですね、こうまあいろんなこうイラストだとか写真とかをハサミで切って一つの紙面に貼り合わせて作品にするというような表現方法ですね。まあシュルレアリスムの前身運動であるダダイズムでも行われていた手法ではあるんですが、ちょっとダダイズムとシュルレアリスムではこうコラージュをする時のメンタリティみたいなのが若干違ってですね、ダダイズムってもうとにかく既存の芸術を破壊するっていうちょっとこう暴力的というか芸術の中のこうヤンキーみたいなところがあって、彼らにとってのコラージュというのはこう元の作品の価値を解体してしまうその破壊行動的な側面があったんですね。しかし一方のシュルレアリスムはもう少し創造的でして、シュルレアリストたちはディペイスマンという概念を非常に重要視したんですが、コラージュはですね、このディペイズマンの実践という側面がちょっと大きかったんですね。ディペイズマンとは、あるものを元々あった場所とは異なった環境に置くことを意味するフランス語です。さっきの1ページを引用してみましょう。普通全裸の男がこんなところに空飛んでるわけがないじゃないですか。なんでこれがここにあんの？なんでこれがこんなことだったの？その強い衝撃こそが我々の凝り固まった常識というものに問いかけてくるわけですね。これこそディペイズマンの効果であり、シュルレアリストたちが重要視した概念であり、そして彼らがコラージュという手法を取った理由だったんですね。さあ、だんだんこの百刀なが、こんな解読不可能なコラージュで埋め尽くされている理由が分かってきたのではないでしょうか。そう、本書とは、このシュルレアリスム運動に参加していたマックス・エルンストの芸術的実験の結果、つまらない偏見を打ち砕く、マックス・エルンストの無意識世界なんです。ディペイズマンの概念をよく例えているとして、19世紀の詩人、ロート・レアモン伯爵のマルドロールの歌の中の一節はよく知られているところです。解剖台の上でのミシンとコウモリ傘の不意の出会いのように美しい。ではそのシュルレアリスム運動に賛同し、自身もこのような作品を残したマックス・エルンストという人物についても簡単に押さえておきましょう。彼は1891年9人兄弟の3人目の子供としてドイツに生まれます。ちなみにこのプロフィール写真として今回引用させていただいたこの画像、こちらですね、ブオマローティのパンチングボールまたは不死とタイトルされた一応作品なんですね。20代の頃のエルンストがね、こう自分の写真を自分でコラージュの材料にしているという面白い作品なんですけども、実はこの人芸術をね、こうちゃんと学校で勉強したっていう人ではないんですが、18歳の大学生の頃にゴッホの絵画に出会ったことで画家を志すようになります。1924年アンドレ・ブルトンのシュルレアリスム宣言が発表され、これに共感したことでシュルレアリスムグループに参加し、38歳の頃にこの百刀女を発表します。ちなみにこの1929年にはですね、先ほどルイス・ブニュエルとサルバドル・ダリがアンダルシアの犬というクッソシュールな映画を撮っていたという話はちらっとしたと思うんですけども、実はこの作品の後にですね、ブニュエルとダリはまた再びタッグを組んで黄金時代という映画を撮っていまして、マックス・レースはですね、1929年この映画の早く出演なんかをしたりもしています。また皆さん、フロッタージュやデカマルコに、小さい頃図画工作なんかでやったこともある人はいらっしゃるんじゃないでしょうかね。フロッタージュとはこう、デコボコしたものの上に紙を置いて、その上をこう、鉛筆で擦って模様を浮かび上がらせる手法ですね。デカマルコには絵の具を紙で挟んで、開いた時にいられる偶然の模様を楽しむ手法です。実はこの二つはですね、マックス・エルンストの発明だと言われています。彼は、自分の作品ですね、これらの手法を積極的に取り込んだり、
りしていました。エルンソが現実に対して懐疑的な姿勢を持つようになった背景の一つに戦争体系というものがあります。1回目は先日の第一次世界大戦ですね。彼は自身の青春期について、 ME の青春についての若干のデータという記録を残していてですね、それはこちらのカルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢の中にも収録されているんですが、ここにこういう記述があるんですね。マックス・エルンストは1914年8月1日に死んだ。そして1918年11月11日に魔術師になること、東大の神話を生み出すことを渇望する一人の青年として蘇る。1914年8月1日とは、ドイツがロシアに宣戦布告し第一次世界大戦に参入した日です。1918年11月11日とは、この大戦が終結した日ですね。実はマックス・エルンストは第一次世界大戦に4年間兵士として動員されています。この文章とは、そのショックとその経験によってシュルレアリスム的な思索を志すようになったということを書いているんですね。またこれは100トンナーが作られた後の話になりますので、まあ若干打足ではあるんですが、エルンストはですね、第二次世界大戦でもまた大変な思いをしているんですね。当時エルンストはフランスのパリにいたんですが、まあこの人先日の通りですね、まあこういうコラージュも作ってますけども、本職は画家ですから、まあこういう絵なんかも描いていたんですね。でこれがね、こう大敗的と言いますか、まあその危険思想の持ち主ではないかということで、適正外国人としてですね、1939年に逮捕されて収容所に入れられてるんですね。で保釈されるんですけども、翌年に今度はドイツでゲシュタポに逮捕されてですね、また収容所にぶち込まれてるんですね。まあ、こんなことがあったら余計に現実おかしくねみたいな思想になりますよね。でちなみにこのドイツの収容所ではですね、あのハンス・ベルメールと同室だったそうですね。このベルメールさんもドイツ人だったんですけども、ものすごくナチスを批判した人でですね、彼のこの作品の歪な人形というのも、こう当時の優秀で健康なアーリア人種みたいなナチスの優生思想に対するアンチテーゼという側面がありました。まあ、当時はこういう芸術が非常に迫害を受けた時代でもあったんですね。身の危険を感じたエルンストはアメリカに亡命し、そこで終戦を迎えます。そしてフランスに戻った後、76年にパリで死去します。85歳の誕生日を迎える1日前でした。さあでは以上の知識をもとにですね、いよいよこちらの100トンナーの中身というものを具体的に見ていきたいと思います。先ほど紹介した第1章1ページ目、犯罪か奇跡か一人の完璧な男というコラージュから、摩訶不思議な世界は幕を開けます。失敗した無限在の宿り、同じく2回目、そして3回目、これも失敗。タイトルにもなっている100頭女というワードが初めて登場するのは、こちらの岩波文庫だと69ページにあたります。ジェルミナル、私の妹、100頭女。ちなみにこれは死ぬほどどうでもいい情報ですけども、このコラージュはですね、あのカラジューローがテレマ主人に捧げて書いたという1985年の状況劇場の公演ジャガーの目のポスターにも使われていますね。百頭女というワードは、あまたのコラージュの中にまるで幽霊のごとく突如脈絡なく現れます。その球体、幽霊の上でただ一人生き生きと美しく自分の夢に彩られた枠乱、私の妹、百頭女。大気よりも軽やかで力強く孤独な枠乱、私の妹、百頭女。両目のない目、百頭女は秘密を守る。これらが推測するんですね。この百頭女というのは、まず私の妹であること、そしてまあ現実的な存在ではないということ、そしてまあ目がないっていうのが、まあかなりこう暗喩的ですよね。まあ何かこう秘密を抱えてそれを守っているということが、なんとなく読み手には伝わってきます。そしてこの百頭女というキャラクターが何度も登場していることに気がつくと、同じく何度も登場しているキャラクターがもう一人いることに気がつきます。それこそ鳥類の王者ロプロプです。パリ盆地では鳥類の王者ロプロプが街頭たちに夜の食事を運んでくる。鳥類の王者ロプロプは最後に生き残った共同祈祷者たちを怯えさせる。共
召喚ある撲滅者にして元鳥類の幼なりし者はいくらか残った宇宙の破片の上に岩とこの弾丸を数発ぶっ放す。まあ、他にもいろいろ書かれてはいるんですけども、こう食事をね運んできてくれるようなこう優しさと、一方で畏怖の対象であるような恐ろしさというものを兼ね備えた存在であることが、まあなんとなくわかりますね。こうして脈絡のないコラージュと2つのキャラクターの繰り返しの登場などを得て、本書は最後に冒頭と全く同じ光景を示して、この無限世界に終わりがないことを宣言します。これが最後のページです。終わり、そして続き。さあ、いかがだったでしょうか。一度足を踏み入れると永遠に出てこれないループものだったという、こうなんか最後はちょっと鳥肌が立つような思いがしましたけども、この取り留めもない世界に意味を求めずたゆたうことこそですね、本書の本当の楽しみだと思いますし、これを読み解くという行為がですね大変無粋であることはもう重々承知の上なんですが、まあ私は無粋な人間なのでですね、気になるわけですよ。百度女って誰、ロプロプって何ということで、ここから解説と称しまして、エルンストがコラージュで築き上げた世界がなぜこのような要素を呈しているのか、彼の無意識に迫ってみたいと思います。ではまず一つで、虚無と幻覚との出会い。エルンストは1897年6歳の頃、2つの死にまつわる経験をしています。一つ目は姉のマリアが亡くなったことです。エルンストはこれを虚無との最初の接触と称しています。二つ目は同じ年にですね、エルンストもハシカにかかって、死の恐怖を体験したということです。まあ、この時高熱を出して意識朦朧としていたそうなんですけども、そんな時にですね、こないだってこうベッドから見てるこう壁の木目とかがですね、目とか鼻とか鳥などに見えたそうなんですね。これこそが幻覚との最初の接触であり、その後のコラージュ制作につながっていったというふうにエルストは語っています。幼い時に経験した2つの死という絶対的な力、それがその後の自分の心や言動、さらには作品の中にすごく支配的な位置を占めるようになったと、エルストはこの、こっちじゃない、ME の青春についての若干のデータの中で語っています。でも、まあ、この流れは触れられていないんですけども、先ほど言った通りですね、エルンストは23歳から27歳までの間、第一次世界大戦に従軍していましたよね。百刀女のコラージュの中には、人がこう殴り合ってたり死んでいたりとですね、割と暴力的な描写というのが多々見られるんですね。まあ、ゆえに私もなんかこう平和で平凡なこうコラージュよりも百刀女が一等好きなんですけども、こういうエルンストの作品に漂うこう不穏な空気というものの背景にはですね、彼の死への意識があったのではないかと思わずにはいられないんですね。では二つ目、鳥と妹についてです。そして幼少期からうつろな幻想世界を夢見るようになったエルンストの身に、2番目に起こった出来事が、飼っていた鳥の死と妹の誕生です。エルンストはですね、オルネボムと名付けた、桃色のインコを飼っていたそうなんですが、これが1906年、エルンストが17歳の頃に死んでしまいます。で、朝、そのインコの死骸を見つけたエルンストはすごく悲しんだわけですが、ちょうどその時ですね、彼の父親が妹のルイーゼが誕生したことを知らせに来たんです。エルンストはその思わぬ知らせに非常に枠乱してですね、気絶してしまったそうで、愛しい鳥の命が新しく生まれた妹に奪われたように思われたというんです。それから彼にとって死と誕生、妹という人間と鳥類、これらのイメージが混同されていくようになります。鳥とはエルンストにとってかつて死んでしまった親友であり、妹という新たな生命を連れて蘇った幻想だったんです。マックス・エルンストの作品を見る上で鳥というのは非常に重要なモチーフになっています。では最後に3つ目、ロプロプと百刀女についてです。さあ、ここまで聞けばロプロプと百刀女の正体というものがだんだん分かってきたのではないでしょうか。共感ある撲滅者にして元鳥類の幼なりし者であるロプロプ、それは食事を運んできてくれるような優しさと、一方で畏怖の対象であるようなこう恐ろしさを兼ね備えているように読めると、まあ、先ほど語りましたが、その原型とはですね、かつてエルンストの親友であり死して妹を運んできたインコ、オルネボムだったんですね。
そして百刀女はこう語られていましたね。わくら、私の妹、百刀女。それこそオルネボムの命と引き換えに現れ、エルンソを大変わくらんさせた妹、ルイーセだったんです。ちなみにこの百刀女は現実の存在ではないということ、そして両目がない、まあ、つまりこう目を覆ってこう秘密を抱えているようにも読めるというふうに先ほど語りましたが、これはもちろん単なる詩的表現と取ることもできますし、また目がないというのはこう死者が目をつぶっている、そしてこう秘密を抱えているというのはこう死という暗がりを抱えているというふうに読むこともできるんじゃないかなと思うんですね。するとそこには死んだ姉、その虚無感の影も覗いているのではないかと個人的にはちょっと想像したりもしています。そもそもこの百刀女というまあタイトルというかこう命名自体もですね、実はダジャレになっていまして、現代はフランス語で La Femme Sans Tête、 これを日本語で百刀女と訳しているわけなんですが、この百の頭、センテツっていう発音で、頭がないサンテツと発音が同じなんですね。つまり100の頭がある女であると同時に、頭が一つもない女でもあるんです。先ほど100と女は厳かな袖を広げるという文が添えられたこちらのコラージュを紹介しましたが、確かにこっちは頭あるんだけど、こっちは頭がないですよ。100も頭がある、つまり生命と英知にあふれた存在でありながら、一つも頭がない、つまり虚無なる存在でもある。百刀女とはロプロプという闇のフェニックスが連れてきた猟奇的な精霊だったんですね。まあ、よくねこういうシュールな画面みたいなものをね、風邪をひいた時に見る夢と形容する、まあ、冗談めかしたこう言い回しがあると思うんですけども、エルンストがこういう幻惑的な世界観に惹かれていったのは6歳の頃にかかったハシカがきっかけでしたし、またこの百刀女を制作したのはですね、エルンストがこうローマを旅行していた最中だったそうなんですが、このアイデアを思いついた時もですね、エルンストはあの水平をしたせいで引いた風邪のせいでベッドで寝込んでたそうで、まあある意味ではですね、その風邪を引いた時に見る夢という形容、決して遠からぬものではないかもしれないですね。なぜならそれこそ私たちをがんじがらめにしている理性から解き放たれている状態だからです。そしてそうして性を脅かされ、同時に健康な性を恋ながら無意識世界に身を委ねられるようになった時、ロプロプと百刀女の霊的な導きに我々は初めて敬虔な気持ちで突き従うことができるのではないか、そう思われてならないんですね。百刀女に魅力を感じられた方はぜひですね、こちらカルメル修道館に入ろうとしたある少女の夢、そしてこちらの事前週刊、または七大元素も合わせておすすめしたいと思います。カルメル修道館はね、百刀女よりもこうもっとこう不穏で残酷な感じなんですね。こちらの事前週刊はですね、詩文がついていません。コラージュだけの一冊になっています。また今回はですね、コラージュの説明に終始しましたが、あのマックス・エルンストという人、まあ本業は画家なのでですね、こんな感じで結構ね面白いこうシュールな絵をたくさん残しています。まあ、正直ね、私は彼のその色使いがあんまり好きではなくて、まあ、絵の方はまあそこまでかなという感じではあるんですけども、まあその面白いことは確かなのでですね、マックス・エルンストという人物について興味を持たれた方はそちらもぜひ検索してみてください。鳥が出てきます。鳥が、このような書物をデタラメで全く意味をなさないと一周することもできるかもしれません。しかし逆に私なんかは問いたいわけです。私たちが普段当たり前だと思い込んでいること、真実だと信じきっていることと、この中のデタラメの間に一体どれほどの大きな災害をこたわっているのでしょうか。誰しもが生きる上で一度は経験したことがあるはずです。それをなすことの意味がいまいち不明確なのに、世間はさも意味ありげな顔をしていて、一体何が本当なんだろう、何が本当に意味のあることなんだろうと考えてしまったことが、なんだろうな、こうシュルレアリスムってそういう意味ではこの世だとか生きること死ぬことって意外と何の意味もないんじゃないか、なんかそういう虚しさを抱えた魂を受け入れてくれるようなですね、そういう優しい側面があるように思われるんですね。それは決して現実逃避ではないんです。我々が属している不安定で脆い現実からより強固な現実へ至るための精神の解放なんです。そしてこの百刀女こそ、そんな偉大な虚構の世界にいつでも立ち返ることができる必携のバイブルなんですね。
ということで、このチャンネルはこんな感じで様々な暗く惜しく美しいカルチャーを紹介したり体験したりしておりますので、面白かったためになったと思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また、コウズカジュネの隠れ家というサブチャンネルでは Vlog 的な動画を、ケーデルセ41番地というブログではエッセイを、Twitter や Instagram といった SNS などもやっておりますので、合わせてフォローチェックいただけると幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。